緊急に動画を撮ってます。地名を公開する男を直撃、ブラック解放同盟を必要に敵視する鳥取ウープ裁判、憎悪の原点とは。これね、前回動画でね紹介したんですけども、ウェブ版が出たんでね、やっぱりね今もう紙媒体なんてねほとんど読む人がいないんで、こうやってねウェブにね、無料で出ると当然見る人は格段に多いし、なおかつこうやって写真出てねインパクトあるんで、ちょっといろいろ僕のところにね問い合わせが来てしまったんです。おい、あれなんだと、見たぞっていう風に問い合わせが来てですね、いやちょっとこれはさすがにねちゃんと説明した方がいいかなと、内容についてもね説明した方がいいかなと思って、でこのね記事ご覧になっていただけたらわかるんだし、だけどもまあ僕はねなんかこう差別の商人みたいな言われ方をしてるけども、でも分かる人は分かると思うんだけども、僕別にねこの部落関係のネタでそれで飯食ってるわけじゃないですから、僕は部落探訪でね動画の収益で生活してると思ってる人がたまにいるみたいなんだけども、収益ってね10万円いかないですよ月に。だから交通費とかねそういう労力考えたらトントンなんですよ。とてもあれで生活ってできなくて、一応僕本職あるわけです。まあこの記事にも書いてあるけど、僕プログラマーですから別にその差別の商人っていうわけでもないんです。でそれを言うんだったらね、この記事に出てる西島さん、あの人はもう解放同盟の完全なね、先住の活動家なわけだから、まあ言ってみればあの人なんか完全に童話で飯食ってるわけだから、まあ他にもいろいろやってるからねあの人。だから差別で飯食ってるとは誰かって言ったら、そりゃこの僕以外のこの記事に出てる人ですよ。この記事途中で切れちゃってるけど、後の方でね下吉慎二さんっていう人が出てくるんだけども、この人は倉吉市役所でもう最初からずっとその童話関係の部署にいて、もう解放同盟の裏千住みたいなのをずっとやってて、まあ今もやってるような人なんです。だから相当異常ですよ、市役所内の立場では。こんな人ってね、そんな今時ねほとんどいないんじゃないかな。まあいるところにはいるんだろうけども、その役所の中でずっと人権関係の部署で実質的に解放同盟の仕事やってるっておかしいですよ、倉吉市役所で。そういう人が出てきて、でその後に内田隆一さんっていう、もうこの人はもう完全に御用学者ですよ。解放同盟の考え方っていうのを代弁して解放同盟用意する学者さんですよ。だからそちらの人なんてが完全にその童話で飯食ってますから、誰が差別の商人かって言ったら完全に後の2人、あと西島さんのことです。僕は別に童話で金儲けしてないですから、童話で飯食ってるわけじゃないですから。で全国部落調査に関しても僕は1000円で売ろうとしたんですからね、1冊1000円で200ページの本をね。まあ一応利益は出るんだけども、大儲けはできないんですよ。儲けようと思ったらそれこそ5万円とかで売ったらいいんじゃないですかね。であとはまあ解放同盟なんかやってるんだけど定期購読ですよね。まああるいはこのなんかデアゴスティーニみたいに月刊部落探訪みたいな感じでその定期購読させたらそれは儲かるけども、僕そういうことやってないですからね。だから誰が金儲けしてるかって言ったら僕じゃないですから、僕以外のこの記事に出てる人ですからね、その童話で儲けてるのは。それは一応僕としては言っときたい。で西島さんにね会った時に最初からその険悪のムードで始まったって言うんだけども、まあねその向こうとしてはね、なんとかしてこの全国部落調査のね公開を阻止しようと、僕はこれ大学名がぼかしてあるけど、僕社会事業大学から手に入れたんですからね、全国部落調査を、清瀬にある社会事業大学から、そこでコピーした全国部落調査、これ文字に転写してで出版しようとしたらもうそれを止めろっていうふうに西島さんが言われて、でこの記事に書いてある通り西島さんがねその部落について、その部落についてというかね、そのなんか身元調査を肯定する人が 3,4 割で、身元調査のうち9割はその部落関係だって探偵が証言してるって言うけども、いやこれおかしいでしょと計算として。じゃあまず最初にね、じゃあ 3,4 割の人が身元調査をしますと、じゃあそのうち部落関係の調査ってどんだけの割合なんだっていうことになると、そのデータ載ってないわけです。はい、まさか世の中の 3,4 割の人がねその童話関係の身元調査しないと思いますよ。まあ仮に身元調査するといっても、そういう反社の組織に属してないかとか、まあ浮気してないかとか、あるいはなんか借金抱えてないかとか、まあそういうことがメインであって、3、4割のうち部落関係でどんだけの割合なんだろう。でそのうちじゃあ9割がその身元
探偵に身元調査し依頼して、そのうち9割がブラック関係っていうふうに言われてもですね、じゃあ実際にその身元調査を探偵に依頼する人がね、世の中どんだけいるんだと、うん、というか、まあ、この調査自体も相当怪しいですけどね。で、一番の問題は、じゃあ探偵がその部落出身かどうか身元調査をしますっていう気になった時に、いや、そのじゃあどうやって調査するのと、具体的に 身元調査って何やるのと、例えば戸籍取りますね、で住民票取りますね、でその人の本籍分かりました、住民票どこに置いてるかも分かりました、じゃあどうやってそれで部落出身かどうか調べるんですかって言ったら、その、まあ、裁判所としてはね、なんか単純にね、住所地名がその全国部落調査に載ってる地名と同じかどうか照合するみたいな話だったけども、でもそれは実際ね、部落に住んでる人は分かると思うけども、そんなことで分かるわけがないんです。ほとんど部落っていうのはそのある地名の地域があって、まあその一角だったり、あるいはね、地名の境界にまたがってたりするんで、その単純にね、その住民票戸籍見て部落出身だとか分かるもんじゃないんです。だからじゃあ探偵一体何調査してるんだっていう話になるけども、その部分については当然この記事にも書いてないし、で僕はね、もう再三あの裁判所で解放同盟にも質問してるけども、もうあのごまかして答えないわけです。だからそのなんか直接的な、ね、証拠を出さずに、なんか国が法律制定したからとか探偵が言ってるからっていうだけで、いやいや、その言ってることが本当かどうかっていうのはちゃんと直接的に確認できるでしょって、で確認したら何も出てこないじゃないですかって、そもそも部落出身っていう調べる方法っていうのがね。だけども、まあ本当に言うことを聞かないわけです。僕本当に頭おかじゃないかなと僕は思ってるんですよ。で、この記事の、まあ、中でね、ブラクミン宣言、童話教育とかブラクミン宣言とか出てくるんだけども、そのブラクミン宣言ってあれ童話教育でも何でもないですからね。童話教育で本来学力保障のことを言うんでね、そのいわゆる貧困地域のその学力が低い、その子どもたちをなんとかね、こう学力を上げていって、そのことで貧困から解消しようっていうのは本来童話教育であって、あんな立場宣言なんて、あれはあの完全にあの洗脳教育、あの解放教育っていうカテゴリーに入るんです。あれは別に童話教育でも何でもないっていうこと。で、そして、そのブラクミン宣言でが、そのブラクミン宣言を見たことが僕の解放同盟に対する憎悪の原点みたいな風に書いてあるけども、まあ、それは僕は一つの要素でしかないと思います。結局今解放同盟とこういう対立が先鋭化しているのは全国ブラック調査のことで、訴えられて裁判になってね、原告被告っていう立場になってるっていうことからであって、別にそうなる前は僕普通に解放同盟の支部とか行って話聞いてましたからね、その部落の歴史とかいろいろね、事件の背景とか聞いてたんで、別に解放同盟にやたら憎悪を燃やしてたってこともないんですよ。むしろ解放同盟側が僕に憎悪を燃やしてますからね。僕この前も熊本でね、罵声浴びせられましたからね。まあそういう感じなんです。で、この記事途中で切れてるんですけども、まあ、その後にね、あのさっき言った下吉さんとか内田さんっていうのは出てくるんだけども、じゃあ何語ってるかって言ったら、いや、あの立場宣言はね、部落の子どもたちに自信を捨てさせるために必要だったと、あの部落民宣言が。で、この内田隆史さん、御用学者の内田さんが、この童話教育はね、まだ必要なんだけど、必要なんだと、この正しい童話教育をすればいいっていうふうに言ってるんだけど、何も反省してないじゃないですか。うん、いや、だって西岡さんは多分もう、あの童話教育とかそういうのおかしいんだって言いたいんだと思いますよ。でもそういう批判ってなかなかね、書けないんですよね。書いちゃったらもう文章で出せないから。だからあの後半の方をね、まあ記事にはあのウェブ版には出てないけども、まあ読んだらわかるんだけども、本当にね、この人ら何の反省もしてないなと、この子に及んでね、立場宣言について正当化してるしね、童話教育は必要だって言って、いや、童話教育って結局ね、洗脳教育になったなっちゃったじゃないですか。なんか本来の童話教育なんてもうできないでしょと、というか、まあその童話教育っていうカテゴリーでもうやるような時代じゃなくなってるんですよね。なんか今なんか子どもの貧困とか言われてるけども、そういうのはやっぱりもう個別の地域、あるいはまあ個人個別にやらないといけないんで、その部落っていうカテゴリーでやるっていうのがもう今となってはもう意味がなくなってしまってるんです。というか、もう当初から僕は意味がなかったと思いますけどね。あの部落問題って本質的には貧困問題なんで。だからまあ西岡さんね、まあ僕はここでね、西岡さんのことをね、あのまあことさら悪く言おうとは思わないです。だって
僕の味方するようなね記事を西岡さんが書いたら、そもそもこんな記事出せないんですから、うん、これは週刊文春だとかこの日本のねこのメディアの問題であって、それは西岡さん一人の、問題じゃないとは思ってるから、だから僕はこれはねギリギリの線で書いてると思いますよ。西岡さんが言いたいのは、もうやっぱ童話教育立場宣言おかしいよねって、異常だよねってどう考えてもこんなものは。でそれで、じゃあそのことについて解放同盟のね裏千住をやってる下吉さんと御用学者 の内田さんに聞いたら、まあ、全然反省してなくて、その立場宣言については反省もしないし、童話教育やりましょうって未だに言ってると、まあ、そういうお話でした、ちゃんちゃんということだと思うわけです、この記事については。まあでも皆さん、皆さんね、ぜひね、文春、文芸春秋買って読んでいただければいいと思いますよ。僕はなんかその、なんていうかね、これでなんかアクセス稼ぎされるのは嫌だとか、ね、文春に儲けさせるのは嫌だとかね、そういうせこいことは言わないわけです。ただまあ、僕の動画にね、いろいろタグとかつけたり、キーワードつけたりして誘導したいっていうのあるんだけども、まあそれはお互い様だと思うんで、うん。ということでね、あの記事について、一応ね、僕としての意見というか考え方というのをお話しいたしました。